こんちはスワッテカと申します。今回も新規カードの紹介になります。今回の判明したカードはこれです。オルフェゴール。オルフェゴールは全て闇属性、スカイ属で統一されており、効果モンスターの各々の効果を使ったターンは闇属性しか特殊召喚できなくなる共通効果を持ちます。では一つずつ効果を見ていきましょう。オルフェゴール可能ね。墓地にある時自身を除外することで同盟以外のオルフェゴールを特殊召喚するチューナーモンスターです。チューナーであるためハリファイバーで自身を持ってくることができ、さらに墓地に行った後は効果で手札のオルフェゴールを展開できれば理想的ですね。また機械複製術やワンフォー、ワンに対応しているのも高いポイント、サーチやフィールドに出すのは容易でしょう。オルフェゴール、スケルトン。墓地の自身を除外することでオルフェゴールを蘇生する効果を持ちます。基本的に他のオルフェゴール効果モンスターは効果を発動するために除外されるため、オルフェゴールリンクモンスターを蘇生するのが主な仕事になるでしょう。オルフェゴール、ピエル。墓地の自身を除外してオルフェゴールモンスターをデッキからリクルートする効果を持ちます。デッキからリクルートできるという非常に強力な効果を持つのでオルフェゴールでは展開の起点になりうるでしょう。今の環境で使うにはハリファイバーからカノーネを召喚。カノーネとファイバーでソーサレスを特殊召喚。カノーネ効果で手札のオルフェを特殊召喚しサモン効果でデッキからディエルを召喚。ディエルを使ってオルフェリンクモンスターを召喚し墓地のディエル効果でデッキからさらに展開。といった流れでしょうか。墓地に落ちれば即座に効果が使えるため、終末の騎士や愚かな埋葬で積極的に墓地に送りたいですね。オルフェゴール、ガラテア。リンク状態の時戦闘で破壊されない効果、除外されてる機械族をデッキに戻すことでデッキからオルフェゴール魔法、罠カードをセットできる効果を持ちます。しかしこのイラスト、おそらくステータスから考えても聖杯のイブがこうなった姿なんでしょうけど、何の変哲もない少女が星の力に選ばれて戦いに明け暮れた後闇落ちしてしまい最終的には機械の体になってしまうって打つストーリーすぎませんかね。前々から思ってましたけど遊戯王のカードの世界観って殺伐というか暗いバッドエンド多くない？最終的にみんな滅亡したり闇落ちしたりしてる気がする。まあいいや、効果説明いきましょう。除外されてるオルフェを戻してセットできる効果はオルフェボールたちの共通効果を使えば発動億にすることはないでしょう。最悪闇の誘惑などでも除外できますしね。問題は攻術するオルフェ魔法穴がそんなに強くないことでしょうか。まだ魔法が判明してないのでいかんとも言い難いですが。オルフェゴールロンギルス。リンク状態の時に効果で破壊されない効果。除外されてる機械族に体をデッキに戻すことでリンク状態の相手モンスターを墓地へ送る対象に取らない効果を持ちます。二体を戻さなければならない上に除去効果はリンク状態のモンスターでなければダメ。さらには効果を使うと攻撃が封じられるとやや使いにくさが目立ちます。ですがこのカードのマーカーは二つが上方向にあるため出す場所さえ考えれば使えないというほど難しくはないでしょう。対象に取らない墓地送りなのでカオスマックスドラゴンなどの厄介なモンスターを除去できるのも高評価です。おそらくこのカードはイブちゃんのお兄さんであるニンギルスが機械になった姿なんでしょうが何があったんでしょうか。それとも本人ではないんでしょうか。確か他のカードのイラストでもお兄さんたちはイブちゃんを守るために奮闘していた記憶があるんですけど。全くの無駄だったってことなんだろうか。救えねえ。オルフェボールオーケストリオン。リンク状態の時に破壊されない効果。除外されてる機械族を3体デッキに戻し、相手のリンク状態のモンスターの効果を無効化しステータスを0にする効果を持ちます。総じて非常に攻撃的なモンスターと言えるでしょう。置物として先出しするのでなく布陣が整った後に出して一気にライフを取る。といった感じか。リンク状態でなければ効果が使えませんが先ほどのロンギルスと同様にマーカーが2つ上にあるので特に問題はありません。なんでしたら怪獣を相手場に出して無理やりにワンキルに持っていってもいいでしょう。リミッター怪獣とは高相性。効果で攻撃力が0にすれば6000のライフが取れる上にリンク状態ならばこのカードは破壊されないのでメイン2でモンスターを出せばエンドフェーズに破壊されずに済みます。オルフェゴール、アタック。攻撃宣言時に自分の場の欲しい物、またはオルフェゴールをリリースすることで相手の場のモンスターを除外する効果を持ちます。
ただ単に相手の攻撃宣言に打っただけでは次元幽閉の介護官に過ぎないので、自分の攻撃宣言時に打ったりして差別化を図りましょう。しかしこのイラスト、アウラム君が闇落ちを兄さんと戦っていますが、何があったんだろうか、妹は絶対にお前なんかに譲らないぞ、というシスコンをこじらせた結果なんだろうか。オルフェボール、ゴア、永続トラップカード。自分の墓地カバのモンスターを除外することで自分の場のオルフェボール、または欲しい物カードを対象にできなくする効果。このカード以外のオルフェボール、欲しい物カードを破壊から身代わりにさせる効果を持ちます。効果を無効化するのではなく対象にできなくさせるので先打ちする必要がありますが、破壊以外のバウンスや除外に弱いオルフェボールにはありがたい効果です。後半の身代わり効果もガラテアから引っ張ってくることができるこのカードならば特に問題なく使えるでしょう。以上です。オルフェボールの解説でした。効果も面白いですし、非常にお互いシナジーが噛み合ってる柔軟なカテゴリーですが何よりもイラストが素晴らしいですね。ジャックナイツ、クローラー、生物、聖杯。それらと密接に絡み合った世界観を持っており、何よりどうしてこうなった、と妄想がはかどる内容のイラストです。まだ魔法が登場していないのでさらなる強化に期待したいです。あとコナミさん、世界観の解説をマスターガイドでもいいのでよろしくお願いします。わら。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。